パリオリンピック出場へ柔道グランドスラム東京を負けられない舞台と強い意気込みを口にする男子73キロ級の橋本壮市と、東京オリンピック男子60キロ級で金メダルを手にした高藤直寿が子供たちに柔道を伝授。しっかりこれ入った時に下を見ないでしっかり前を見る。橋本が得意技の一つ背負い投げのコツを披露すれば、考えずに練習するようになってしまったらもう強くはならないと思うし、高藤は自身が掲げる頭脳派柔道の勧めを説き、未来の柔道界を担う子どもたちへ熱い指導を繰り広げました。